こんにちはフフィーフィーですアメリカのイエレン財務長官が中国依存度を減らす必要があると発言しましたアメリカの主なサプライチェーンにおいて中国依存を減らす必要があると改めて強調した形ですその上でアメリカの生産分野に大規模な投資をするよう促しましたアメリカですが実はクリーンエネルギーなどの分野における 主なサプライチェーンは中国に集中している状況です。ただ、必要以上に中国へ依存することで、中国によって海外の生産拠点へのアクセスを妨害されるリスクがあります。これがアメリカにとって良くない状況だと、イエレン財務長官は指摘しています。まあそうですよね。 米中対立が激化していますから、だからアメリカは中国に対する経済制裁を強化しているので、中国は同じようにアメリカに対して制裁を課すことも考えられます。例えば、バイデン政権は電気自動車の購入者に1台あたり最大7500ドル、日本円で約110万円の税額を控除する優遇措置を取っています。 しかし、これ一つをとっても、新たに中国製の特定の部品を使用している場合は、優遇措置の対象外にする方針を発表しました。a v 生産に不可欠な重要物資の調達で中国への依存度を下げるためです。 バイデン政権はアメリカとその同盟国による重要物資のサプライチェーンを強化する一方で、こうして中国製の部品などをサプライチェーンから排除しようとしています。中国は自動車に搭載用の電池やレアアースなど重要鉱物の生成で世界的に高いシェアを占めています。 この点においては、欧米、そして日本など、多くの自動車メーカーが中国産に頼っている状況です。まあ、とてもリスキーですよねえ。日本も人事ではありませんで。今回のバイデン政権による新たな措置が実行されれば、優遇措置の対象外になる車種がかなり出てきます。まあ、それでも仕方ありません。アメリカは徹底的に中国排除に動いています。 まあこうしたアメリカの動きを見ても、今後日本も中国に依存しすぎるとリスクは大きいです。日本はこうした米中対立に巻き込まれないよう、まあ、サプライチェーンを見直す必要があります。脱中国の動きは世界的に見られます。イタリアやフィリピンは習近平主席が推し進める巨大経済圏構想である一帯一路から離脱すると表明しました。 また、アルゼンチンでは、脱中国を掲げた候補者が大統領選で勝利しました。新政権で外相に就任することが決まっている経済学者は、中国が主導する新興5カ国、ブリックスに参加しないと表明しています。で、アメリカとの関係を強化すると言っているんです。米中対立に巻き込まれるリスクを避けたいというだけではなくて、 そもそも中国経済が悪化しているので、もう中国に寄っていくメリットはありません。また中国は台湾へいつ軍事侵攻するかわかりません。安全保障上のリスクも高いんです。あと中国は外国人や外国の企業に対しても取り締まりを強化していますから、まあそうした点でもきついんです。あと中国との外交関係を見直したり、企業が 中国離れをしているだけではありません実は中国に留学しているアメリカの留学生の数も急激に減っていることが分かりましたコロナ前には中国国内のアメリカ人留学生の数が1万1000人いたのがなんと今は350人しかいないそうですこの4年間で 中国で学ぶアメリカ人留学生の数が97%も減少しました。習近平主席は最近、アジア太平洋経済協力 APEC 首脳会議が開催されたサンフランシスコで5年以内にアメリカ人留学生を5万人中国に招くと発表したばかりです。でも実際の状況はその真逆に進んでいます。 アメリカ人の留学生が激減した背景はやはり米中対立です。ただ中国からアメリカに留学する中国人の数は約29万人に達することが分かっています。昨年よりも2万8千人増えている状況です。でもアメリカは中国からの留学生に慎重です。 トランプ政権が中国の一部の大学をブラックリストに載せて、これらの大学の出身者への留学ビザ発給を禁止したんですが、バイデン政権もトランプ政権と同じ措置を続けています。中国共産党や中国軍とつながりのある学生の受け入れには制限をかけている形です。あとアメリカは特に半導体の分野で中国に対して厳しい規制をかけています。 アメリカのレーモンド商務長官は今月2日議会や産業界アメリカの同盟国に対して半導体など先端技術分野で中国が安全保障上の脅威となるのを阻止する必要があると訴えました特に AI などに使われる先端半導体は軍事にも転用できるので中国への輸出規制が強化されています 中国は独自で高度なクオリティの先端半導体を作ることができません。そうなると中国の軍事力にも影響しますが、中国の技術力も後退していきます。アメリカは中国の軍事と産業を潰しにかかっています。レーモンド商務長官は短期的な利益より国家の安全保障を守ることの方が重要だと訴えました。 ただアメリカが規制したからといって他の国からその技術が中国へ流れていっていたらもういくらアメリカが規制しても意味がありませんアメリカは同盟国と一緒に中国に対する半導体規制を強化したいと考えていますそんな中で注目されているのが日本の半導体工場です世界では今 AI が様々な分野で活用されていますが これに対応するためには多くの先端半導体が必要になります主な半導体メーカーは今積極的に生産施設を拡大しています11月後半世界最大の半導体メーカーである台湾の TSMC が日本の熊本に第三工場の建設を検討していると報じられました もうこれすでに第一工場、第二工場は建設していますからね。投資規模は約2兆9千億円にもなるそうです。まあ、こうした動きが日本の半導体産業を活性化させるんです。台湾の半導体企業を誘致するわけですが、こういう流れの中で日本は大きな恩恵を受けます。実際に日本への投資が増えています。海外投資家は日本に期待して、 どどんんん日本株を買っているんですだから日本は今後経済が良くなっていくと世界から期待されているんです最近日本のマスコミは円安を理由に日本はダメだと否定的なことばかり言いますがこれは誤りです日本はダメではありません日本は確かに低い成長率ですがそれは今に始まったことではないんです 日本はすでに成長しきった国なので成長率が他の国より低いのは仕方ないんです。経済が発展途上でまだこれから成長が期待されるもう伸びしろがあり余っている国と比較して日本の経済がダメだなんて論調は間違っています。というかバブルが崩壊した後でもプラス成長し続けてきたことがすごいんです。あと日本の企業は円安で今随分と大きな恩恵を受けています。 ここをちゃんとマスコミは紹介するべきです。日本があえて金融緩和を続けているのは、今たっぷりと日本の企業を儲けさせたいからです。確かに円安である程度物価高が起きてはいますが、他の国と比べて随分とインフレは抑えられています。 もう日本だけがまるで大きく物価が上昇していると言わんばかりに値上げした値上げしたとマスコミは大げさに報道していますが印象操作ですむしろ今こそデフレから脱却するチャンスにしなきゃいけないんです物価の件は視野を広く持って海外と比較すればいかに日本は物が安いか分かりますむしろ働く人の賃金を上げるためにはある程度インフレは必要です 日本のマスコミが広める悪い円安論、日本ダメ論は検討外れで、むしろこうした報道が日本経済の足かせになっています。マスコミは失われた30年なんて言い続けて、日本人のやる気を削いできました。失われた30年の大きな要因の一つはマスコミです。 私たちはマスコミのいい加減な報道に流されないようにしなければいけませんさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてーフィーチャンネルの登録もお願いします